はい、こんにちは、レトスの小野です。4月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。頑張ることを放棄した時点で合格はなくなる。宅建に合格するためには頑張ることを続ける必要があります。周りの人は忙しい中でも頑張り続けています。そして合格を勝ち取っていってます。頑張ることをやめたら、それは合格することをやめたことと同じです。試験までもう半年しかないですが、この半年でもできることはあるはずです。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。映画善意無過失で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、引き続き B が2年間占有した。 B は他人の土地であることを知っていた場合、 B は取得事項を主張することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えはどうなっているか、×ですね。取得事項を主張するもの、まあ、今回で言ったら B なんですけども、B は前の占有者 A の占有期間を合わせて主張できます。これ占有期間の承継っていうんですけれども、つまり今回 A さんは8年間占有して B さんは2年間占有しているということなので、 B は10年間占有したことになります。次に前の占有者 A の占有を合わせて主張する場合は、前の占有者 A の事情、つまり善意とか悪意だったりとか有過失無過失、こういったものも承継するんですね。引き継ぎます。では本問に当てはめて考えてみます。そうすると B が善意であっても悪意であっても、前の占有者である A さんの状態を承継することができるんですね。そして前の占有者 A の状態を承継すると、前の占有者 A の占有開始時、今回の問題で言うと、これ善意無過失って書いてありますよね、 A さん。だからこの善意無過失を B さんが承継するということなんですよ。 B さん自身が悪意だったとしても善意無過失として考えることができるんですね。で、さらに先ほども言った通り、占有期間も承継するので8年プラス2年で10年ですよね。したがって B さんっていうのは善意無過失で10年間占有していることになるんですよ。で、そうすると善意無過失で10年占有するということは、時効期間満了するので時効取得を主張することができます。したがって答えは×になるということです。これ基本事項なんで絶対押さえておきましょう。個別指導の受講さんは合格テキストで具体例を確認していただければと思います。ページ番号は、P26 ページですね。 P26 ページの下に占有の承継という部分がありますので、そちらから具体例をご確認ください。そして問2に入ります。宅建業者は宅地または建物の売買または交換の売買に関する広告をするときは、一般売買なのか専任売買なのかの別を明示しなければならない、丸か×かという問題です。答えは一般売買、専任売買、このあたりは明示しなくてもいいので誤りですね。広告をする際、取引対応の別、これは売り主なのか売買なのか代理なのかと、まあ、そういったところは示さないといけないんですね。で、今回は売買の中の一般売買か専任売買なのか、いわゆる細かい内容ですよね、ここは記載しなくていいんですよ。だから誤りだということです。売買っていうことは広告に示さないといけないんですけれども、それよりも細かい一般売買なのか専任売買なのか、ここまでは明示する必要はないんですね。なので誤りになるということです。まあ、意外と盲点ではないかと思います。出題されたら間違えそうな引っ掛け問題ですよね。まあ、絶対注意しておきましょう。で、問3ですね。完治処分にかかる広告後、従前の宅地について損した抵当権は消滅するので完治に移行することはない、丸か×かという問題です。これは誤りですね。で、こんなことがあったら抵当権者は担保する目的物がなくなって困ってしまいますよね。従前の宅地について存在した抵当権っていうのは、完治処分の広告日までは従前の宅地に存在します。その後、広告があった日の翌日、その日からは完治に移行します。抵当権が従前の宅地から完治に移行するということですね。まあ、これで頭に入れておきましょう。まあ、今日は理解学習をもう今すぐでも始めるってことをお伝えいたしました。もうこれは過去の合格者が言ってることなんですよね。で、私自身も同じくそう思います。
実際この時期から弊社の個別指導、受講していただいて勉強を始めている方っていうのは今年の試験でも、もう40点台前半から半ばぐらいまでは取ってるんですよ。40点から45点ぐらいかな。まあもちろんね、ちょっと凡ミスして38点とかって方いらっしゃいますけども、40点台取ることって十分可能なんですね。なのでそのぐらい取れる実力をつけておけば、凡ミスをしたとしても合格できるんですよ。で、多くの方がもうギリギリの実力しかない、もしくはギリギリの実力もない方がやっぱ多いんですよね。それだとなかなかやっぱ合格って難しいんですよ。もう運になってきますよね。そうならないためにも絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。今からであればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して合格目指しましょう。個別指導の動画については左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。